うん、まず情報屋にリークしたっていうことと、うんえー、身分証明書が偽造、うん、これ地面師の仕業やからいや地面師ちゃうよ <laughs> アントリー出てるけどや,やってることこれ地面師やからいや地面師のやり口や、うん、あんたエクセイ返したけどな,な未成年って捉え方が難しいんやけどさ、うん、まあ成年年齢が確か成人年齢が18歳になったんやんか、うん、っていうのもあるけど未成年って確か二十歳以下はまだ未成年って言うんじゃないかな何がまずいかっていうと 18歳の女子大生は大丈夫やねん,うん、うん、めっちゃ簡単に言うと条例とかいっぱいあるけどもう女子高生な時点で絶対に会うてそれだけ分かってんねんこれでもどなんかさうんもうこの時代やからさないのかねなんか全員日本中の国民にチップ埋め込まれてて16歳だったらうん、うん、もし性行為するときにそのチップが光るみたいな肌に入れてた、うん、チップが。 ピカ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 って。じゃちょっと待って。それ16歳の方が光らなあかんの。もしだから相手が16歳だったらこっちもチップ俺もチップ入れてるし、このチップが共鳴し合ってその16歳のチップっていうのを判断してピピピピピみたいなピピピピピみたいな。でもでも平たく言うけどもそこまでせくりたいかお前。じゃじゃそこまでしないとこういう人が出てくるから。出てくるよ。これ事務所の発表は偽造の証明書って書いてるけどこれ。 身分証明書も偽造ってなるやんかこれ普通に俺犯罪やと思うねん女の人の方うが<ー>例えばあの芸人に近づきたいから身分証を偽造したかもしれんけど、うん、これ本気でやったらさその未成年だったらできないところとかであの出入りもできるし、うん、買えないものも買えるわけやんかうん、うん、これはエグいよ。エグい 女性ご本人がどういう考えなのか分からへんけどね分、うん、かんないけどねただもうそういうのはさちゃんと言おう未成年はランジャタイ大好きな志らく師匠がめっちゃかばってたよもう志らく師匠は未成年やもんねあの人どこがやねお前大白や野郎やなあかんなもん <laughs> いつもすっどんきょな顔して <laughs> もうさ親がしっかりしろよもうこの未成年のことはさまあね